10月度のロシア民謡を歌う会の案内をさせていただきます。日時は10月23日日曜日、第4週の日曜日となります。午後2時から4時30分までいつもの時間帯です。場所はケイトミュージック、西小倉駅徒歩3分のところです。ロシアがウクライナに侵攻して早8ヶ月が経とうとしております。国際法に違反するロシアのウクライナ侵攻、これは決して許されるべきものではありません。早く仲裁の中で平和が戻ってきてほしいものだと思います。確か1970年代だったでしょうか、最近テレビ等で再放送されております映画ひまわりが、今話題となっています。戦争と平和というテーマ、戦争で引き裂かれた愛をテーマに、大地に広がる一面のひまわり畑がとても印象的です。ウクライナの国歌はひまわりです。皮肉なことにロシアの国歌もひまわりなんです。ウクライナでのひまわりは主にひまわり油として利用されております。海外へもこのひまわり油は輸出されております。ということで、今回はひまわり、映画ひまわりのテーマ、メインテーマのバックをもとにサックスの演奏を聴いていただこうと思います。まあ、この演奏を聴きながらロシア民謡を歌う会の案内を終わらせていただきます。演奏は私ではありません。私の師匠である、江口先生の演奏です。